共同組合日本映画監督協会は日本の映画監督による職能団体である。映画、映像分野の発展と映画監督の地位向上を目的に活動する。環境の誕生は村田実、牛原内彦、ひ絹笠定之助という当時珍しかった陽光帰りの映画監督が集まって話したのがきっかけで当時の国家政策が組合や結社を組むことに 神経質だった時代に、西王に習って、教会を作ろうとしたことは誠に、勇気のいることだった。1936年2月26日、準備会の打ち合わせが行われた。この日東京は、大雪となり、ちょうど2.26事件が起こった日でもあった。発起人は、伊藤大輔、伊丹万作、稲垣博池田義信、井上金太郎、小津安二郎、 渡辺国を、田坂智隆、なる美み夫、村田実、る、牛原宇つ彦、内田富、山本か次郎、山中貞夫、安倍豊、御所平之助、絹笠定之助、木村外寺、溝口健次、島津康次郎、清水博鈴木重吉、野村博正の23人がメンバーとなった。山中貞夫だけが20代で、残りも全員30代の若者揃いだった。 この環境の発足が同期となり、囲碁たくさんの団体が生まれたが、戦争が始まると共に解散を命じられ、すべて映画人協会に一括されてしまった。環境が復活したのは戦後の混乱が過ぎてからである。環境のある晩の主席で小津安二郎がエジソンが映画を発明してくれなかったら、俺たちは何をやってただろうと言い出した。 この話が次第に発展して、どうだ教会主催でエジソン祭りをやろうじゃないかとなった時、ナルセミキおが、エジソンでは一般的になるから僕らに関係のある NG 祭りはどうだろうと意見を出した。映画の現場では NG でフィルムのクズを多く出すからというので、その供養パーティーをやろうと話がまとまり、毎年12月の恒例行事となった。稲垣博士は、 普段頭の高い監督連中がこの日ばかりはサービスしなければならない。それもお礼とお詫びの印なのであると語っている。2006年には設立70周年を迎え、記念事業の一環として映画、映画監督ってなんだを伊藤敏也監督で制作し、同作は多数の協会員監督が出演したことでも話題となった。ここまでヒとちょんまげより、 ありがとうございます。